ルービックマジックはメカニカルパズルの一種。ルービックキューブと同じくルビックエルネが考案した。1980年代中盤にマッチボックス社から最初に発売された。日本では1986年に宝から発売され、2008年2月16日にはメガハウスより22年ぶりに再発売された。デザインは発売当時のものとおおむね同じだが、 リングの彩色の仕方が異なる。ルービックマジックこのパズルは、斜めに溝が彫られた板8枚を、溝の上に貼られたワイヤーにより2音の長方形につなぎ合わせたものである。このワイヤーにより垂直に8枚の板を折り曲げたり、元に戻したりできる。パズルの表面には、最初の状態では3つの分離された輪が描かれており、裏面には3つの連結された輪が切れた状態で、 描かれている。パズルの目的はパズルを折り曲げて、ハート型にし、裏面の輪を完全につながった状態にすることである。デザインは発売当時のものは、黒い正方形の板に虹色に彩色された輪だったが、1997年に赤い正方形の板に、金色の輪に変更された。ルービックマジックルービックマジックを完成させるには、いくつもの方法があり。 数秒ですることもできる。所定の形に変形させるという遊び方や立体的な形にもできる。場合によっては完成時に板の場所、模様が決められていることもある。ルビックはハンガリー及びアメリカ合衆国にてルービックマジックの特許を取得している。1987年にはマッチボックス社からルービックマジックマスターエディションが発売された。 12枚の銀色の板が26につなぎ合わせられ、5つの輪が連結されて描かれており、それを W の形状にして、すべての輪を切り離すことが目的となる。同時期にマッチボックス社は、ルービックマジックレベルにクリエイトザキューブも発売した。2枚の板を折り曲げて立方体を作り、板の色が立方体の角に合うようにすることが目的となる。これは、初代。 レベル1ほどは流行せず、入手は困難となっている。ルービックマジックを元にした、ボードゲームも発売された。初代のルービックマジックも、アメリカでは1990年代にオッドゾン社より、再発売された。前述のように赤い正方形の板に、金色の輪というデザインだった。それ以外のデザインのものも発売され、例えば銀色の板に、虹色の輪のものも存在した。 正式に許諾を得ずに発売された28のものもあり、これには和の代わりに球体が描かれている。改造キットを用いて22のものが作られたこともある。ルービックマジックの鎖ルービックマジックを使って作ることのできる24の長方形の組み合わせは32通りある。これらは8個の独立した鎖から作ることができる。鎖を分類する最も簡単な方法は パズル完成時に中央の部分となる板とその隣の黄色とオレンジの輪が描かれている板に着目する方法である。どの鎖も中央の板が外側か内側どちらかにある。また標識板を中央板の右側に来るように置くと標識板の輪は上向きの左、上向きの右、下向きの左、下向きの右どれかになる。残りの板の位置や方向も 中央の板と標識板で決められ、このようにして、太字で表した部分を用いて略記すれば、オルから、イルルの独立した八個となる。ただしこれは公式に表記が決められているわけではない。同様に24の長方形の状態も分類できる。各状態は8つの鎖のいずれか一つと関連づけることができ、各鎖は中央の板を どの円で折り曲げるかでそれぞれ4つの長方形を生み出すこととなる。折り曲げ方に折り曲げる円から中央の板までの板の数により0、1、2、3と番号をつけることにすると長方形の分類ができる。初期状態を前述の記法を用いて表せばアワーにとなる。またハート型にした時の状態の板の並び方の総数は64通りである。 世界記録の変遷、ありがとうございます。